どうも、後藤輝樹です。人間の体って本当ね、神秘的で、なんつうんだろう、辛いと思うと本当に辛くなって、病気とか、事故とか、不幸を呼び寄せてしまうんですよね。そういうふうにできてるんです。体が辛いと思うと、病気ができてしまったりとか、あるって僕は思います。別になんとか博士とか、なんとか修士号とか持ってるわけじゃないですけど、僕は自分の人生経験上そう思ってます。でもその逆を考えれば、前向きに希望を持って明るく生きると健康的に幸せに生きることができると僕は思っています。僕の知ってる人でがんになって、がん摘出して、だけどもうなんていうんですか、その人生切り替えてというか、前向きに、明るく前向きに希望を持って生きている人を僕は知っています。いや、だからなので、そのがんになって、その時は辛いのか苦しかったのか、がんになってしまいましたけど、今はもう本当に、僕から見たら元気に生きてる人って僕知ってるので、事実なので、自分の体健康というのはいうのは自分が作っていると僕は思っているので、そういうふうに変わることもできるので、前向きに生きてほしいと僕は思います。違いはやっぱり、何が違うかって、やっぱりその、希望があるかとか、夢や目標とか生きがいがあるか、そういうことだと思うんですよね。希望とか目標とか夢とか生きがいとかなかったら、もう真っ暗闇ですよね。真っ暗闇の中、何のために生きてるのかわからない、どこを目指して生きていいのかわからない、暗闇の中、何のためにいるんだって、もうそしたらもう辛くなっちゃいますよね。何のために生きてるかもわかんないのに、毎日過ごさなきゃいけない、仕事しなきゃいけない、自分は何をやってるんだろうとか、そしたらやっぱり体が苦しくなって、体のどこかおかしくなるって普通だと思うんですよね。で、気が散漫になって事故にあったりとか、どんどん不幸を呼び寄せてしまうと僕は思ってます。なので、例えばそれがね、後藤輝樹に希望を見出すとか、なんか生きがいが見つけましたとか、生きる目標、生きる意味とか、なんか目標ができましたとか、でもいいし、例えば好きなアイドルがいますとか、なんか野球が好きなんで野球を応援することが好きなんですとか、何でもいいと思うんですけども、そういうことにね、前向きな力を使ってほしいなと僕はすごく思います。そうしなかったら、人間って死ぬようにできてるんで、辛いな苦しいなって思うと、人間は死ぬようにできてるんです。体が悪くなくても、例えば自殺とかもあると思いますし、だから俺もね、もう俺は基本的にもう満足してるから、もう死んでやろうかみたいなのもありますけども、まだね、僕が死ぬと苦しむ人もいると思いますし、まだなんとか生かされているので、僕はまだ生きてますけど、だからその人たちのためにね、命を僕は使いたいですよ。だからそのね、自分の周りの人のために僕は生かされているので、そのために僕は命を使うのが使命。それをどんどん広げていくと、世界を救おうとか、世界を幸せにしようとか、地球と仲良くやっていこうとか、地球と共生して仲良くやっていこうっていうところに、つながっていくので、だからまずは自分から、自分自身を愛して、あなた自身を愛して、私は何をしたらいいのか、何をすることが幸せにつながるのかっていうのを気づいてほしいなと思います。だから輝樹塾ではそういうのを教えているので、一緒に学び、この世の中を、幸せに、そして、根本的に自分も幸せになって、周りも幸せになって、本当にハッピーな、生き方、世の中にしていきたいなと思っています。なんだこの動画はということで、後藤輝樹より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。